パミール高原あるいはパミール高原は、タジキスタン、アフガニスタン、中国などにまたがる平均標高5000メートルに達する高原で、中国では、総霊と呼ばれていた。パミールは、タジク語で、世界の屋根を意味すると言われる。東パミール、中部パミール、西パミールに分かれ、東パミールの中国領に最高峰コングル山や、ムスタグアダ山があり、西パミールの最高峰は、 タジキスタン領のイスモイルソモニボンである。この高原から東北に向かって、天山山脈、南方に向かって、コンロン山脈、カラコルム山脈、ヒマラヤ山脈、西南に向かって、ヒンドゥクシュ山脈が伸びており、世界の屋根と呼ぶにふさわしい地形である。タクラマカン砂漠を通るシルクロードは、この高原を越えて、東西を結んでいた。タジキスタン東部のゴルノバダフシャン自治州には、 イラン系のパミール人やトゥルク系のキルギス人が暮らしている。2013年7月、中国政府の公式見解ではないとしながらも、中国の中国新聞網や文化違法などに中国は2020年から2060年にかけて6馬戦争を行うとする記事が掲載された。この6馬戦争計画によれば、 中国は2020年から2025年にかけて台湾を取り返し、2028年から2030年にかけてベトナムとの戦争で南沙諸島を奪回し、2035年から2040年にかけて南チベットを手に入れるためインドと戦争を行い、2040年から2045年にかけて尖閣諸島と沖縄を日本から奪回し、 2045年から2050年にかけて、外、蒙古を併合し、2055年から2060年にかけて、ロシア帝国が、新庁から奪った160万平方キロメートルの土地を取り戻して、国土を回復するという。オーストラリア国立大学研究院のジェフ・ウェイドは、この記事について一部の求心主義者の個人的な見解に過ぎないという意見があるが、 中国の国営新聞も報道しており、中国政府の非常に高いレベルで承認されたものとみなすことができ、また中国の失われた国土の回復計画はすでに1938年から主張されていたと指摘している。インドのシンクタンクであるセンターホーランドワーフェアスタディーズ研究員の PK、チャクロボーティーは この記事では中国はインドのアッサム州やシッキム州で独立運動や反乱活動を先導してパキスタンへの武器供与によるカシミール攻略などが示唆されておりそれらが失敗した後にインドとの全面戦争という段階が想定されているがシッキム州の現状は中国の必要な工作が行われているにもかかわらず安定しており独立運動を先導するのは困難でありまた 中国がミャンマーを介して発生させたアッサム州の暴動はインド政府とミャンマー政府の交渉によって鎮静化しているとしながら2035年までにインド軍は近代化を推進して能力を向上する必要があると指摘した。ありがとうございます。